さあ、私たちのデートを始めましょう。程よい日差しが気持ちいい。バランスを取る要領さえ分かれば、そう難しいスポーツではないね。大波を一つ乗り越えれば、次の高波がもう待ってる。挑戦に次ぐ挑戦、実に興味深い。もう僕以外の子を見つめちゃダメだぞ。かき氷をくれ、大盛りでイチゴ味。やっぱり元気に冷えた飲み物が一番美味しいわね。どこを見てんのよ、そんな変な目で。この自販機、私知らないわよ。これもサプライズというやつか。何？きなこパンはないのか。私のケーキが食べたいのか。私はもう消えるために生まれた存在じゃない。あんたに会えたから。あら、見つかっちゃったみたいね。ちょっと足が疲れたわね。揉んでくれるの？ありがとう。本当ですか？本当の愛はこれから。連れて帰ってほしい。クリスマスがやってきますわ。どうかされましたの？スカートの中が気になりまして。メリークリスマスですわ。この帽子、可愛いと思いませんこと？妹、ラタトスクと私は、あなたの強い後ろ盾よ。安心なさい。どうしたの？かまってほしいのかしら？私に渡すものがあるんじゃないの？さっさと出しなさいよ。光栄ね。で、具体的にはどこが可愛いのかしら？そういえば、動物は本能で相手の気持ちを察知することができるそうですわ。あなたは
私の気持ちが分かりまして。あら、先に私がお付き合いいたしますわ。楽しんでいただいて嬉しいですわ。でも、じっと見られるのは少し照れてしまいますわね。サンタの帽子ってこういうのなのね。クリスマスプレゼントを用意したんだけど。え、あんたからも？雪が降り始めたわ。冷えないように気をつけて。虚しい。もう何も救わない。よかった。そういえば、動物は本能で相手の気持ちを察知することができるそうですわ。あなたは私の気持ちが分かりまして。これでもまだ逆転できると思っているのか？それとも願望を正気と思い込んだか。少子千万だな。戦局を握っているのは私だ。敵さえ我が意のままに動かしてみせよう。チェックメイトだ。健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、時の流れが二人を分かつまで、私はこの愛を心の一番奥に大事に大事にしまっていますわ。